はい、ドリームダーナさん、マリンハラです。イナケンです。お願いします。お願いします。今日は自分が企画を持ってきました。初企画です。はい、そうですね。私も嬉しいです。初めての企画、はい、何ですか。そうですね、今野球はまあオフシーズンに入って、まあ、トレーニングの期間とかになると思うんですけど、はいはい、筋トレをしてばっかで体が動かなくなることがまあ結構あると思うんですけど、あるパターンだね。はい、はい、その、まあ、対策というか下半身トレーニングをしつつ、うん、まあ、体幹も鍛えられて、なるほど、もしかしたら足も速くなるかもしれないっていうトレーニングを自分が一つ教えたいと思います。そんないいとこ取りなトレーニングがあるんですか。そうですね、あります。ぜひとも皆さん、も私に、はい、そうですね、ちょっと一緒にやっていきたいと思います。はい、ドリームドア、それではトレーニングをやっていきたいと思います。お願いします。トレーニングをするにだって必要なものがあるんですけど、うん、まあ、メディシングボールだと思った。持ってたから。メディシングボールを使うんですけど、うん、まあ、メディシングボールがない場合は、まあ、ダンベルを使ったりとか、まあ、ペットボトルに水を入れてたりとかして、うん、まあ、重いものを使っていきたいと思います、うん、はい、ちょっと自分が一回お手本をやってみます。ぜひやってみてください。まず、まあ、左足、まあ、この前後に開いた、前後に開いて、まあ、最初は左足を前にしてもらって、うん、で、まあ、ジャンプをするんですけど、うん、その時に足を切り替えてもらうんです。そこからジャンプをして足を切り返す。おお、なるほど。っていう、まあ、左足を前にしてこれをまあ10回やるんですけど、うん、まあ、1回自分が10回やってみます。お願いします。1、2、あ、結構形しっかり沈むんだね。はい、5、6、7、8、9、10、まあこんな感じでやるんですけど、うん、まあポイントとしては、うん、まあ、こう着地した時にしっかり沈むこと、はい、それと、まあ、足をしっかり開くこと、はいはい、飛んでる時に軸をぶらさないことですね。あの、まっすぐってこと？そうですね。なるほど。そうすれば、まあ、下半身プラス体幹も鍛えられるので、うん、まあ、これを左足を前にして10回、うん、1セット、はい、で、右足を前にしてこれも10回1セット、はい、お、これをいつも自分は3セット3セットやってますね。ドリームドア、こんなもんでいいかい？こんなもん？そうですね、筋肉痛やばいんだよ。ちょっと最近久しぶりに動いた時があって痛いね。いきます。お願いします。1 2 3 4 5 6 7 8、頑張ってください。9 10。やばい、全然どうですか。全然ジャンプできない。これ利き足とか関係ある？まあ、そうですね、結構関係すると思います。自分は前、左足を前にして飛ぶのが得意です。マジ？はい、ちょっと右でやってみていい？はい、なんとなく想像はついてるの。あ、こんなきつさだろうな。はい。俺が落ちてんのかな。重い、すごい重い。結構自分もきついですね。いきます。はい、1 2 3 4 5 6 7 8 9 10。やばいやばい、これあれだね、お尻も痛いし。そうですね、この前の太ももの胸筋のところきますね。やばい、結構きつい。そうですね、普通にきついですね。心臓がバクバクいってるよ。いや、結構きついな、このランジのジャンプみたいな。そうですね、ちょっともう一回やって、左、はい。もっと綺麗にできると思ったんだけど。1 2 3 4 5 6 7 8 9。やばい。やばいやばいやばい、前半めちゃめちゃ綺麗でしたね。た、はい、前半もちゃんと軸もまっすぐで綺麗でしたね、うん、もう尻つぼみに笑う。ドリームドア。
最後にもう一度ポイントを軽くささっと言っておきたいと思います。はい。飛んだ時にしっかり深く沈むこと。うん。あとしっかり足の幅を広げることです。うん。あと飛んでる時に体がぶれないように一直線で。俺がさっき最後の答えだって。後半がめちゃめちゃきつくなるんで。うん。なんかあれだね、陸上部とかがよくやるようなトレーニングっぽいね。はい。自分も元陸上部だったので。うん。こんなトレーニング。してますね、そういう系のトレーニングは結構知ってるんだね、はい、そうですね。ぜひとも足速くなる方法を教えて、そうですね、どんどん自分のトレーニングとかを教えていけたらなと思います。 ありがとう、よろしく頼むよ。はい。ご視聴ありがとうございました。ドリームドアの室内練習場は JR 金町駅南口から歩いて10分のところにあります。下町風情ある街並みを抜けていくと左側に緑色の看板が見えてきます。はい、こちらがドリームドアの室内練習場です。中に入ると鮮やかな人工芝が広がっています。設備も最高です。またドリームドアではアントラーグローブを販売しています。特徴としてアントラーの職人はコンピューターミシンを使用しておりません。すべて職人の手足の微妙な感覚で製作しており、一つ一つに職人をはじめ設計者も含めた心のこもったグローブとなっています。基本的にオーダーのみの販売となっており、価格が 45,000円からとリーズナブルなのも魅力です。興味のある方はぜひお気軽にお問い合わせください。それではまたお会いしましょう。